こえもんラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。10月23日土曜日のおぬゆりの映画の話をしましょうよのお時間です。以前の放送で短編映画制作プロジェクトのミラーライアフィルムスプラスがアップリンク吉祥寺で公開されますよ。ゲストに出演してくれたこともある俳優安楽正志さんもご出演されますよと、ご興味あればぜひなんてゆるくご紹介をさせていただいていたのですが、この安楽正志さんの出演されている短編映画笑いのリズムが、まあ、めちゃめちゃ良かったんですよ。すごい素敵な映画 で、ゆるく紹介を終わらせてる場合じゃないなっていつものごとく思いまして、今日ラジオのゲストに再びお呼びいたしました。俳優安楽正志さんと笑いのリズムで主演の小谷圭さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にお願いします。お久しぶりです。安楽さん、お久しぶりです。2度目すいません、お邪魔します。いや、すごい嬉しい。で、小谷圭さんもご無沙汰して、お久しぶりです。嬉しいです、来たかったです。嬉しい、そんなこと絶対思ってないよねいや、めちゃくちゃ嬉しかったですよ、本当に。いや、超嬉しかった。あ、呼んでくれて本当、はい、ありがとうございます。貴重なお時間ですが、今ですね、簡単にお二人のプロフィール紹介だけさせてください。はい、じゃあまず、あいうえお順で安楽正志さんから。よかった、あ行で私もあ行だ、あいうえおのゆりだから。あ、そっかそっか、よかった、あでお願いします。はい、2017年公開の映画関ヶ原、長野勘左衛門役でスクリーンデビュー。初めて映画館で見た自分の名前に感動をされた安楽正志ごめんなさい、ここ読んじゃってよかったのかしら。思いっきりホームページのその3行ぐらいを読んでくれたけどあれ読む、声に出すようで書いてないからちょっと恥ずかしかった今。あ、ごめんごめん、ちょっとここ、はい、飛ばして、近年は検察側の罪人、原田雅人監督、アンダードッグ武正春監督、素晴らしき世界西川美和監督などの作品にご出演されて、多数の出演作がこれからも増えていく素敵な俳優さんです。ありがとうございます。まあね、大体的に。あ、まだ喋ってた。ごめんなさい。オフィシャルサイトもよろしくお願いします。おしゃれな。はい、お願いします。ごめんなさい、ツッコミどころ作っちゃったまま、そのまま小谷圭さんのご紹介こつらせていただきたい。2009年にロサンゼルスの舞台公演クレインズのご出演後、数々の素晴らしい演出家の舞台作品、テレビ、自主制作映画にご出演と活動の場を広げられている俳優小谷圭さん。さらに今月13日より YouTube で視聴可能になりましたミュージックビデオ、あの頃と今、リーブラック by 明日、リーブラックさんと明日さんの初めての楽曲制作をされました。ミュージックビデオもとってもかっこいいのでぜひチェックしてください。ミュージックビデオはあの頃と今、ディーブラックバイ明日で検索をお願いいたします。お願いします。ではもう早速本日の映画の話をしましょうか。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。フィルマニア、映画の話をしましょうよ。今日の映画の、じゃあのタイトル、笑いのリズム。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。これいつ制作された映画なんですか？あ、ね、去年の本当8月か9月ぐらいに、自分とケイちゃんが入ってるオンラインサロンがあって、まあ、自分はもう今入ってないけど、それでなんか作ってみよう一本ってなって企画した、映画ですね。へえ。じゃあそのオンラインサロンが発祥の映画、うん、聞いてた今俺今聞いてました今なんで聞いてないと思われたそう、だからそう、ケイちゃんとオンラインサロン入って、
なんか一本なんかね作りたいねっていうのがあって、でその作った映画が今回選ばれたわけでしょ。選ばれたというか選ばれてないというのかちょっとわからないんですけど、この初めて聞いたの今回のあの吉祥寺アップリンクのミラーライアフィルムスプラス、これはオンラインサロンとは関係あるの？ないの？うん、それは関係ないですね。あ、そうなんだ。じゃあどういう経緯で選ばれるに至ったの？いや、これね、そのなんていうの、話す場所によっては俺が悪者になっちゃうからあんまり大きなんかね、言い方が難しいんだけど、はいはい、もともとそのオンラインサロンで知り合った初めましての人がいて、はいはい、その人が、まあ、共同で監督やってるんだけど、もともと違う映画祭に出そうと思ってて、それをちょっとその監督が締め切りをちょっと過ぎちゃって出せなくてで、ちょっとねそれはないから、なんかには出してくださいってせっかく作ったんだから、でまあなんかいろいろなんか全てをやったのよ、こっちで俺らでやったから、もうそれで何も結果が残ってないのはきついから、なんか出したっていう実績をくださいっつって、うん、それをミラーライアフィルムズに出したら通ったっていう感じ。すごいね、なんかなんかすごいね、いろんな偶然というか、いや分からないものだよね。めちゃめちゃ柔らかく言ったけど今ねえケイちゃん、めっちゃもうめちゃくちゃソフトに言ってたらものもあるのもうねめっちゃ柔らかかったな今。そう、それはもうケイちゃん内側の人は分かってるから、別にこういうところで言わなくてもいいかなと思って、うん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 、たまに俺のこの俺も認めてくれっていう気持ちがちょっと出ちゃってる今。いや全然むしろそこでやっぱり活躍してくれたおかげで、やっぱり映画自体が日の目は見てるんだろうけど、その多くの人に届くきっかけの一つになるよね。なかなかないよね、こんな言ったら、だってあれ1日で全部撮ったのよ。1日で、結構でもロケもいろんな場所でしてるでしょ。そうだからロケ班行って、ここはちょっとここで、うん、夕方はここで夜ここでってちょっとギュッとしよう、まあまだコロナ禍でもあったから。あ、そうか、去年だもんね。うん、だからそれでちょっとギュッとしようと思って、それがミラライアフィルムズに選ばれて、こうやってユリピソのラジオを呼んでもらえてってなんかね、ありがたいよね。いやめちゃくちゃ嬉しいですね、本当に。こんなに2人もゲストに来てくれて私もすごい嬉しいです、ありがとう。しかもね、あんちゃんは前回来てもらった時にもしかしたら聞いてくれた人は役者仲間である話をしてるんだけど、 K1 もちょっぴり本当にうっすらささやかに知り合いだもんね。え、ユリピソと？いや、ささやかじゃないよ。それはかわいそうだよ。全然ささやかじゃないよ。普通にね、同じところでまあちょっと学んでたっていうところもあったね。でも K-1 とお芝居共演はさせてもらって、同じシーンじゃなくても共演はさせてもらって、はい、ちゃんとも一緒の過去の上でさせてもらって、はいはい、2人はもうその時からなんか表も裏もなんていうの、1つの作品を2つのバージョンで公演する作品だった。過去のその上での男性がメインの、うん、そうだね、男性病棟と女性病棟みたいな。女性病棟、うん、でお二人はなんかもう両方でもご活躍のその時から引っ張りだこになるのが目に見えてるようなあれだったけど、で覚えてる、ね、思い出したけど覚えてますよ、あの頃からその時の記憶、うん、確かに私あの時ちょっと頭打ったんだけどすごい
楽しい時間を過ごしました。なんで本当に役者仲間のお二人とこうして何年後かに一緒にラジオになんか出れるってすごい嬉しくて。ありがたいね。ありがたいです、めっちゃ。いや、むしろこういうさ、ホームをゆりぴそが持ってるのに同期のやつらが誰も来てないっていうのが、これが由々しき問題よね。あ、確かにこれはあるよね。ホームは相川ちょいちょい、相川でも歌手でしょ、歌手としてでしょ。そうそう、シンガーソングライターで。いやー、すごいね。うん、すごい、それもすごいけど、やっぱ役者としてこう出ていかないと、ちょっとね、いやー、もうすごい嬉しい。遅くなりました。いえいえ、本当に、いや、結構、もう本当に、ね、いやー、すごい、ちょっとしんみりしちゃったけど、あのね、この番組短い番組なのでそうかそうか、ごめんなさいごめんなさい。ちょっとね、今聞いたの映画のねタイトルご紹介して、映画のその制作のお話も簡単に教えてもらって、どういう映画なのかを全然説明してないなと思って、はいはい、ぜひお二人に簡単なあらすじかな。じゃあそこはケイちゃんお願いします。お願いします。簡単な、まあ、筋っていうのは、まあ、昔一緒にお笑いコンビ組んでた2人が、うん、まあ、それぞれの道というか、まあ、コンビを解散してしまって、うん、まあ、僕がやる役は何て言うんだろう、室温症っていうあれを持ってて、で、まあ、そのあんちゃんさんがやってる役はまだソロでピンっていうんですかね、ピン芸人でまだやってると。で、僕はもう芸人っていうのから足を洗って普通の一般の会社に勤めるんですけど、そこでもなかなか自分の持ってるそのハンデといいますか、それのせいでうまくいかないと仕事で。よし、じゃあまた挑戦しようと思って、あんちゃんさんに、相方に、元相方に相談する。そしたら、まあ、あんまりポジティブな感じではないと、ネガティブな、でも大丈夫かなみたいな。そこからまた自分で思い悩んで、挑戦するのかどうするのか、それでも挑戦するのかしないのかっていうところの話ですね。ありがとうございます。これ1日で撮ったってすごいよね。すごいですよ、すごいですよ、すごい。全部あんちゃんさんやってくれてあんちゃん、本当にスケジュールっていうか、なんかね、タイムスケジュールみたいなもんで、ロケハンもやってくださって、交番とかもあんちゃん作ったの。そうです。え、すごいね。すごい、超手作りの1枚のやつだけど。いや、だって交番って大体1枚じゃん怖、急に怖、いや、やめてよ、怖かったすいません、いい変なこと言ってすいませんいや、その、うん、なんていうの、制作さんって本当お呼びするのはいいのか悪いのかよくわかんないんだけど、なんか失礼に当たるんじゃないかっていつも思っちゃうんだけど、すごい仕事量、はい、まあ、あれは本当に最初に来て最後に帰るからね、本当に大変だと思う。しかも連日の撮影になると寝ないことの方が多い方たち、うん、それ変えないあかんよな、そういうのは。変だよね、あれ、本当になんか人生縮めるんじゃないかっていう働き方を、うん、お仕事を今回あんちゃんは出演しながらしてたってことだもんね。まあでも、まあ1日だけだったし、その人数もね、主に動いてたのは 5,6 人だったから、まあコロナ禍もあるしね、うん、そう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 、でもすごい、いや本当にいい作品を見させてもらったなって。いや、ありがたいね。いや、ありがたい、めっちゃ嬉しい、そう言ってくれる。で、短編映画だから割と何て言うの、構えずに見られる。よく私、映画の話をしましょうよで何分の作品ですっていうのを必ず言うようにしてて、でやっぱり120分を超える映画だと構える人も多いだろうなっていつも思っちゃうんだけど、今回短編映画とはいえ見終わった後になんか心に残るというか、なんか自分がすごい笑顔だったのがいい映画だなってしんみり思って、すぐあんちゃんに連絡したんだけど。ありがたいね。わあ、嬉しい、うん、とんでもないです。で、ちょっと話足りないのでぜひ
来週もあの映画の話をしませんか？あ、もちろん、はい、もちろん。はい、いいんですか？ぜひお願いします。ましょう。それちょっと無駄なこと喋りすぎた。いや違う。すいません。いや私がねあのいつもちんたらしてね気づくとね紹介だけでね10分ぐらい終わっちゃう。すみません。なんで、あ、来週もあのご紹介からさせていただこうと思っているのでよろしくお願いします。はい、はい、お願いします、はい、お願いします。今日は本当ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ぜひまた来週映画の話をしましょう。皆さん良い週末をお過ごしください。さよなら。さよなら。